ああ、うめえ、最高だね。平日の昼間からお酒が飲めるなんてもう最高ですよ。ホームレスっていう生き方、それも悪くないなと思います。だってさ、好きな時にお酒が飲めるしね。何よりストレスがないんですよ。上司がいるわけではないからさ、仕事で何かね言われてストレス受けるっていうこともないし、例えばさ、ホームレスは夏が暑くてそれがストレスだって思っていらっしゃる方いると思うんですけれども、こういった段ボールの壁っていうのを作ることによって太陽光を防げるので、意外とね暑さのストレスを感じずに過ごせていたりします。だからストレスがねない日々っていうのを遅れている、これがもしかしたらホームレスをやめたくない一番の理由かもしれないですね。昼間からお酒飲んでても誰にも怒られないし、昼間からね昼寝をするっていうのもできますし、ボール遊びだっていつだって好きな時に思う存分できますし、本当もうね自由だしストレスがほとんどない、もう最高ですよ。ホームレスはお金もさ YouTube でさ稼げばいいしね、俺の場合。それもさ別に誰かから指示されてやってるわけでもないし、上司がいるっていうわけでもないから、そういったストレスがないからね、自分のペースでまあ YouTube で動画上げられるからさ。だからね、まあしばらくはホームレスをねやっていこうかなって思ってますけどね。あー、さてさて昼寝でもしようかなっていうことでね、おやすみなさい。